どうも皆さんこんにちは、キョウキョウです。今回はですね、最近流行りつつあるというか昔から結構あるですねベースを紹介、星3リプレイということで早速紹介していきたいと思います。はい、今回は投資さんという方のリプレイでございます。まあ、編成を見てもらえると5レ5プラス援軍に5レ1入っているので5レ6ですね。基本的には早速見ていきましょう。まずはですね、まずこちらウォールブレイカーをで開けていきます。ここでですね、やはり陸軍においてやっぱり穴開けってのは非常に重要でございます。はい、そしてこちらもですね、先開けですね。はい、基本的にはまあ先開け、下も開けております。さあ上でゴーレム1台出てきました。そして、下もゴーレム2体出てますね今回は。そして上、一番上にですね、またゴーレムを1体追加しております。そして中心部ゴーレ2ということで、1つのブロックに対してゴーレムを2体ずつ出しております。そしてですね、ここ皆さん見てもらえば分かるんですけれども、なぜ端から出すかという時にゴーレムがですね、このようにどんどん中心部に寄っていってるんですよね、下側も。ということでゴーレムをサイドからバーって出して、中心部にこのジャンプに全てのゴーレムを中心部に流し込むということで、最初のね、中心部のインフェルノタワーとかのターゲットを全て取れることによってですね、これ見てください、このゴーレムが全て中に入っているんですよ。壁を投げるゴーレムが一切いない。これがやっぱ前回に、取れたまあコツだったかなと、一つのポイントだったかなと思います。さあここでですね、バーバリアンキングとアーチャークイーンでどんどんね、インフェルノタワーとか、ここら辺のウィザードがですね、死んでいないことが非常に重要ですね。そして、後打ちのジャンプの呪文ということで、こちらもですね、こちらにジャンプ打ちたいですよね。なんかちょっと届きそうなんで。ですけれども、このようにサイドにして流すことによって、集中砲火を受けずにですね、このように、回していくということで、全開を取りやすく、その集中砲火を受けないようにするということで、投資さん非常に考えられているリプレイだと思います。さあ、この時点でアーチャークイーン全然死んでないですね。そしてこの時点で、なんだこれ、ゴーレムかなんかもう、ゴーレム生きている、分裂していないゴーレムが1体、分裂しているゴーレムがなんか5体ぐらいいますね。はい、そして、もうアーチャークイーンとですね、バーブリアンキング今回も盾になってくれてますね。そうですね。そしてこのようにゴーレムまだ生き残っていると。まあね、やっぱ今回のミソのポイントは、最初の方にブロックで出してですね、ゴーレムを中心部に全て引き寄せて中心部に突っ込むということが今回、そしてあとはジャンプの呪文の打ち方ですね。中心部に打つのではなく端に打ってこう回していくという形の攻め方が非常に今回のポイントだったかなと思います。そしてですね、トウシさん今回はこのようにして5レ6ということでですね、皆さん見れた方いらっしゃるかなと思うんですけれども、ウィザードが最後にちょっと取ってあるんですよね。ちょっと飛ばしていきましょう。はい、何も、ウィザード残してませんでしたね。はい、すいません。まあ、投資さん結構その、もう本当ね、もう本当に強いものかも、星2取ったり、まあ、星3取ってくれる方なので、まあ、ちょっと最後にウィザード残してるのかなと思ったんですけど、残してませんでしたね。ということで、ご視聴ありがとうございました。